モリソン号モリソン号事件とは、1837年、日本人漂流民を乗せたアメリカ合衆国の商船を日本側砲台が砲撃した事件。鹿児島湾、浦賀沖に現れたアメリカのオリファント商会の商船、モリソン号にちなんだ命名をイギリス軍艦と勘違いし、薩摩藩及び浦賀奉行大田いたは異国船打ち払い令に基づき砲撃を行った。 日本の大砲の弾は炸裂しない鉄の塊であったので被害は少なかったが武装はなかったので日本を離れることになった。しかし、このモリソン号にはマカオで保護されていた日本人漂流民の音吉、肖像、ジュサブローラ7人が乗っており、モリソン号はこの日本人漂流民の総監と通称、不況のために来航していたことが1年後にわかり、 異国船打ち払い例に対する批判が強まった。後に、新規論を表した、渡辺火山、土日、夢物語を表した、高野長英らが、幕府の対外政策を批判したため逮捕されるという、事件が起こる。ABC、モリソン号事件とは、コトバンク、朝日新聞、2021年1月5日閲覧、山田2004、P22、これを教訓に、 ペリーは完全武装で日本へ向かったという、ありがとうございます。